皆さんこんにちは、東北ずんこです。皆さんこんにちは、東北キリトンです。前回の続きですが、今回は私が運転します。点4番出発、進行新習志野、定時。時刻表を眺めていると、この駅発着の電車も少ないですが、存在しますよね。駅の隣に京葉車両センターがあるからね。海浜幕張から新習志野のような区間列車もあるわよ。早朝深夜って、変なところで始発だったり、終点の便があって面白いですよね。在体車庫のあるところや車両を置いておける駅発着なんだけど、東海道線の二宮始発みたいな変なのもあるわね。次は南船橋です。第三平速、新港。南船橋。本来神津始発にすべきところを、神津駅に空きがなくてやむなくという列車ですね。中継、進行。この区間は80キロでマッチオフでいいかな。換算時間帯だと、新浦安まではかなり飛ばさないと間に合わないけど、さすがに通勤時間帯は余裕ありますからね。第二平速、進行。低速なら90キロくらいまで加速すればね。この時間だと先行列車も考慮しなきゃですからね。第一平速、進行。目が覚めたし、なんかお腹減ってきたな。ずんだ餅の車内販売でも来ないかしら。ずん姉様はもう少しずんだから離れてください。まもなく南船橋、南船橋です。折口は右側です。中継、進行。南船橋、 The doors on the right side will open。 場内、進行。武蔵野線に乗り換えできる駅だけど、乗り換え案内がないわね。車掌さんがサボってるわけでなくて、通勤時間帯は省略しています。平日のこの時間に電車乗ってる人って大半は慣れた通勤客ですしね。放送を最小限にし、車内を少しでも静かにすることで、混み合う車内を快適に過ごしてもらう工夫だそうです。これ、首都圏以外でやってるところってあるのかな。確かに、他の地域だとあまりないかも。 B6 入れないと止まれないな。これでちょうど良さそう。メツ、4番出発、進行。綺麗に階段緩め決まりましたね。隣に205系が止まっていたわね。シミュレータの映像を収録したのが5年くらい前でしょうかね。今はもう205系って、東日本では仙石線くらいしか残ってないような。投稿主の頭の中ではまだ現役らしいけどね。京葉線って走ってる車両のバリエーション地味に豊富じゃないですか。言われてみればそうね。武蔵野線直通や特急列車も走ってるしね。というわけで、京葉線の歴代車両でも紹介しましょう。まだ尺に余裕あるしね。開業当初から投入されたのはスカイブルーの103系ね。ああ、1990年頃ならたくさんいたでしょうね。しかし、京葉線にはちょっと特殊な103系がいたわよ。次は二俣新町です。The next station is 二俣新町。京葉線では103系に 3VF と DTM を搭載して試験をしていたわ。試験とはいえ、103系に 3VF とはなんか面白いですね。ところで、DTM って何ですか？ダイレクトドライブモーターの略よ。通常、車輪とモーターの間には歯車を挟むんだけど、それを省略した仕組みね。扇風機みたいにモーターと車輪が直接つながるのをイメージするといいわ。メンテナンスが楽で静かという利点があるわ。まあ結局は普及しなかったけどね。こんなの嘘でしょ。なぜなんですか？後に D トレインこと E331 系で採用されたけど、モーターと車輪を直接つなぐことで、乗客の増減、勾配、加減速などの負荷が直接かかって、モーターがすぐダメになるからだわ。なるほど。D トレインがすぐに廃車になったのも、そのせいでしょうね。予告、本線。そろそろ左折です。そういえばもうすぐ、京葉線物線と分岐ね。武蔵野線方面と東京方面の分岐ですね。おっと、本線第一場内、注意。進行。この先、電車が揺れますので、ご注意ください。お立ちのお客様は、つり革や手すりにおつかまりください。We will be changing to another track if you're standing.
Please hold on to the handset or else. ここはポイントの制限がかかるので忘れず減速します。本線第2場内進行。まもなく二俣新町です。折れ口は右側です。電車とホームの間が空いているところがありますので足元にご注意ください。 The next station is 二俣新町。 The doors on the right side will open. Please watch your step when you leave the train. この辺りに住んだら東京近いし土地安い穴場かなって思ったけど、周りに工場しかないね。工場とか倉庫へ通勤する人はこの駅を使うだろうけど、それ以外は誰が使ってるのかな。第3場内進行。前の電車との間隔が空いたみたいですね。車内が混み合っているので丁寧なブレーキングで止めたいです。D6 入れようと思ったけど、これは D5 でギリギリ間に合うな。いい感じ。メツ、第一出発、進行。そういえば、京葉線にも武蔵野線から205系が直通してきますが、あれって 3VF とそうじゃないのがありますよね。どうせなら全部 3VF にしたらよくないですか？そういえば、3VF の205系がいたわね。天、第一出発、進行。その理由も京葉線にあるわ。京葉線が四国間から地上へ登る越中島から潮見の間に33パーミルの急勾配があるからよ。モーター車の比率が高い方が急勾配を安定して登れるわ。だから武蔵野線に最初からいる205系は 6M2T とモーター車の比率を高くしていたわ。でも他路線から武蔵野線に転属した205系はかき集めた車両なので電動車が足りなかったわ。ふむふむ。この先電車が揺れますのでご注意ください。お立ちのお客様はつり革や手すりにおつかまりください。第3出発進行。 We will be changing to another track. If you're standing, please hold on to the handset or rail. 次は市川塩浜です。 The next station has 市川塩浜。そこで性能が高い 3VF インバータ制御へ改造することで 4M4T と少ないモーター車でも 6M2T と同じ性能を確保したわ。ちなみに埼京線とか山手線とか中央総武線各駅停車とかいろんな路線の205系をかき集めたからドアの窓の大きさが不揃いな編成が存在していたわね。要するにごちゃ混ぜのカオスだったってことなんですね。どの車両がどこから転属したとか調べてたら沼にはまりそう。ちなみに武蔵野線の205系は2020年に引退して今はインドネシアで走っているわ。京葉線は205系の量産先行車がいたし、ニートレインもいたし、ニートの穴埋めで京葉線用の209系が1本だけ走ってるし、実は車両のバリエーション豊富な路線なんだよね。投稿主の頭の中では武蔵野線って未だに205系が走ってるそうです。彼の頭の中、未だに山手線の E231 と東海道の700系新幹線とかキハ85とか走ってるわね。馴染みのある電車はなかなか記憶から消えませんよね。第6閉塞、注意。前に追いついたな。進行、すぐに進行に変わるくらいだし先行電車とは距離がありそうだ。再加速した方がいい感じの列車感覚になるかな。85キロまで加速したら十分だろう。無駄なブレーキをかけないよう信号変化を予測しながら運転するわ。まもなく市川塩浜です。折れ口は左側です。The next station is 市川塩浜。 The doors on the left side will open. 第5閉塞、進行。再加速して正解だったな。たまに予測が外れてブレーキかけることがあるよね。あ、ありますね。ブレーキかけたくないから早く進行に変わってくれないかなって思って運転してます。見込み運転はダメよ。さすがに信号違反はまずいからダメならブレーキかけます。市川塩浜は他の駅と違ってホームの中ほどに閉塞信号があります。忘れずに看護しましょう。中継進行。次は停車。第4閉塞進行。残り時間少ないから爪気味のブレーキで行こう。
よしよし。滅、第三閉塞、進行。もう少し詰めれたかもしれないけど、及第点なブレーキ扱いかな。まあ催事じゃないから多少遅れても問題ないわよ。そうですね、もう少し気楽に行きます。点、第三閉塞、進行。それにしてもこの辺り、工場とか倉庫とか高速道路ばかりで何もないですね。それらがあるということは、東京に近くて羽田空港や成田空港にも行ける物流拠点ということよ。それと駅の近くに宮内庁の新浜鴨場があるわ。皇室の方々がガム料を行う場所で、品格の接待にも使われるわ。欽朝天皇が皇后雅子様に求婚した場所としても知られているわ。何もないのは私の知識の方でしたね。次はシングレース。The next is シングレース。潮浜という地名も、もともとこの辺りに塩田があったことが由来らしいわ。東京でずんだ餅を普及させるためにも、ここに工場を作りたいわね。大量に売れ残って、夢の島に埋め立てられそう。進行。予告、3番。先行電車と間隔近いけど、時間ないから再加速したいな。75キロくらいがちょうどいいかな。中継、制限。今まで倉庫ばかりの車窓でしたが、久しぶりにマンションが見えてきましたね。浦安は東京へのアクセスがいいから人気の街だわ。進行、ブレーキかけた瞬間にゲージが上がりましたね。3番第1場内、進行。ご乗車ありがとうございました。まもなく、新浦安、新浦安。折口は左側です。注意。ここから先の各駅は多くのお客様が乗り降りされます。恐れ入りますが、ドア付近にお立ちのお客様は一旦ホームへお降りになりまして、降りるお客様へのご配慮をお願いいたします。次はデッタ。 The next station is シングレース。時間ないからブレーキ詰めないと厳しいかな。出発、進行。この辺りリゾートホテルみたいなのがたくさんありますね。隣の舞浜駅はディズニーランドの最寄り駅だからね。なんか街がすっきりしていて綺麗ですね。新しい埋め立て地なのか、きちんと区画整理されているからね。浦安市の4分の3は埋め立て地よ。日本はイザナギとイザナミが命を育む行為をしてできたけど、浦安市は人が作ったわ。神話ってそんな感じの話多いですよね。古事記にもちゃんと男の人の出っ張ったところと女の人のへこんだところを合体させたら日本ができたって書いてあるからね。仕方ないね。点、3番出発、進行。新浦安、定時。尊姉様、もっとオブラートに包んだ表現してくださいよ。まあ当時の人からしたら命を育む神聖な行為だったんじゃないかしら。知らんけど。中継、進行。次はいよいよネズミの楽園最寄り駅、舞浜ですね。ここも駅間長いからどうやって走ろうかな。第9閉塞、進行。次は舞浜です。この電車には優先席が動きます。優先席を必要とされているお客様がいらっしゃいましたら、席をお譲りください。 The next station は舞浜。時間あるし、先行電車もいるし、80キロで低速ボタンでいいかな。総武線の補完的な路線で比較的空いてるイメージだったけど、そこそこ過密ではね。この時間は、おおむね3から5分おきに各駅停車が走っていますからね。第7閉塞、進行。低速ボタンって、使う人と使わない人に分かれますけど、尊姉様は使いますか？私も投稿主も使うかな。ボイスロイド運輸区では使う人が多いけど、運転手さんによっては使わない人もいるみたいだね。
こんな感じで緩やかな上り勾配が続くときに使うことが多いわ。そうですね。その方がマスコンがチャガチャしなくていいし、乗り心地もいいですしね。運転操作が少なくて暇なときはあえてマスコン操作で速度維持するけどね。私は EV がピーって鳴るのが嫌で、あえてマスコン操作で速度維持することがあります。私もそんな感じだわ。中継進行。中継進行。第5閉塞進行。この辺りは大きなカーブなので中継信号が連続していますね。中継制限。まもなく舞浜。舞浜中継制限。折口は右側です。The next station舞浜。第4閉塞注意進行。左手はネズミとリア充の楽園ディズニーランドですね。投稿主曰く高校生の時以来訪れた記憶がないって。投稿主はこんなクソ動画量産するくらいには遊び相手いないぼっちですからね。信号で減速しないように運転すると残り時間が足りなくなるんですよ。無駄のないブレーキで止めて乗降時間を少しでも稼ぎたいです。 B6 でちょうどいいブレーキが理想ですね。そんなこと言いつつ B5 で間に合うな。これブレーキ余ったな。そんなこともあるわよ。遅れて発車した分は次の区間で取り返しましょう。メツ第3閉塞進行。さすがに今日は平日だからリア充は少ないわね。こういう場所は平日の方が落ち着きますね。舞浜の由来って長らくディズニーランドにちなんでマイアミビーチって言われてたけど、最近になって違うって分かったみたいね。浦安市がきちんと調べたところ、浦安の舞という神楽から由来しているそうだわ。天、第三閉塞、進行。それは知りませんでしたね。もともと海を埋め立てたところで地名がなかったんだけど、変なキラキラした名前じゃなくて、みやびな名前をつけてもらえてよかったわね。楽園にふさわしい地名だと思います。でも、舞浜駅って、ディズニーランド前駅って名前でも良くないですか？最初はそうするつもりだったわ。でも駅前のエッチなお店とかにディズニーランド駅前店とか名前がつくとイメージを損ねるとのことで、ディズニーから許可が下りなかったわ。ああ確かに。それはまずいですね。次は葛西臨海公園。 The next station 葛西臨海パワー。前の区間少しだけ遅れたからここが90キロまで出そうかな。第一閉塞進行。ここで旧江戸川を渡って東京都江戸川区に入るわ。ちなみにここの旧江戸川河口付近は千葉県浦安市と東京都江戸川区の境界が未確定になっているところだわ。そんな領土問題みたいな場所あるんですね。気になったらお手元の地図で調べてみるといいわ。3番場内注意。この先電車が揺れますのでご注意ください。お立ちのお客様は釣り川や手すりにおつかまりください。We will be changing to another track. If you're standing, please hold on to the handrail or rail. ここはポイント制限60があるので忘れず減速します。第二場内注意。まもなく葛西臨海公園。葛西臨海公園です。折れ口は右側です。The next station is 葛西臨海パーク。 The doors on the right side are open. 新習志野から19分走ってやっと東京都に入りましたね。千葉から東京に通う人って多いですけど、毎日こんなに長い距離電車に乗ってるんですね。切りがいいから今回の動画はここでおしまいにするわ。ええ、西寺駅で区切りましょう。あ、ここは停止位置と出発信号が近いのでパターンに当てないよう注意です。チーンってベルが鳴ったらすぐに B4 に入れると綺麗に減速できます。メツ3番出発停止。それではここまで見てくれた皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。